アクア。北の。どうした？ご飯の時間。まだだよ。食べたそう。赤今日待ての練習したいな。パパとママね、赤と一緒にご飯食べるの夢なのよ。赤も夢なの？一緒に食べたいよね、ご飯。3人で食卓囲んでさ。いいね。でも君がさ、待てできないと叶わない夢よ。ちょっと練習してみる？頑張れる？頑張れる。赤ちゃん頑張ろうか。手が出たね。ねえ、頑張る。ちょっと頑張ってみようか。ねえ。無理そう、無理そうだ。赤。そしたらこれにご飯盛るから、よしって言ったら食べるんだよ。わかった？赤賢いからできるな。余裕だよな。うん、そうだよね。うん。お座りは？うん。それでここ置くからな。ここに置きます。はい。待てよ。待てよ。待てよ。ああ！待てとは。わからないか。美味しいね。難しいですな。じゃあちょっともう半分追加します。近いね。近いね。ゼロ距離。あと半分は後でね。まだよ。まだです。まだよ。そしたらもう少し下がろうか君。もう少し下がろうか。わかりません。パパが、パパ。なんなら近づく。はい、こっちです。お座り、お座りね。ね。そのまま、そのままね。そのままだよ。待てよ、待てよ。いいよ。そう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 。偉い偉い。上手にできた。そうよ。いいよって言ったら食べんね。今の完璧だったね。今はすごかったね。これたまにね、練習してもしかしたらできるようになるかもしれないね。習得できるかな。すごい上手だったね。うん。よしって言ったらしっかり来て食べてくれた。完璧だった。うん。しっかりねこれ覚えてほしいね。習得できるかな。ちょっと前までは難しいなって思ってたけど、うん、ちょっと今回の見ると希望はある。うん。これがね、できるようになれば、パパとママと赤の3人でね、食卓を囲むことができるから。いいね。それはね、ちょっと実現したよね。うん。一方、その頃。赤、頑張ろうな。うん。